っちゃ面白かった、うん、勉強になる面白い確かに本ため。さあ今回も本ため始めていきましょう。あかりんです。たくみです。あかりんの最近読んだ本10冊頑張って。最近頑張ってって言ってくれますね。頑張って大変ですからね。ありがとうございます。はい、10冊は、はい、ということでね、いつも通り10冊ご紹介していきたいと思います。はい、本ため。ということで、はい、どうぞ A 選んで。また選んでいいの？うん。なんか今回スマホも入ってるけど。うん、そういうパターンもある。何かなと思ったんだよ。あかりんのスマートフォン。どういうパターンなの？なんでスマホ入ってるのか。スマートフォンも入れてみました。じゃあ一旦この、これで。いいですね、楽しそうなのを選んでくれました。はい、こちら。みんなで読む源氏物語。おー。はい。ついに。そうです。あの渡辺助真さんで、あの YouTuber もやられてるね、はい、方が一応、けん、編んでおります。あの本当にいろんな方が源氏物語について書いている本なんですよ。で、うん、誰がどういう人が書いてるかっていうと、例えば河原町さん、すごい、あと角田光代さんとか、はい、ラランドの西田さんとかがエッセイとか寄せてたりもするような、本当に本当にいろんな人、いろんな人すぎる、はい、書いてるんですけど、うん、最近あの大河ドラマでさ、光る君へっていう紫式部が主人公のね、うん、大河ドラマが始まったんですよ。でそれに私の劇団の先輩が出られてるんですね、うん、あの藤原道兼っていう役で、はい、大河ドラマをね、そうやってしっかり見ようって思った時に、はい、やっぱ知らないことが多いから、平安時代とか、あ、バックグラウンドをちょっと、そう、はい、学校では勉強したけどあんまり知らないから、うん、やっぱその紫式部のお話がメインと言いつつ、やっぱりそこが描かれるってことは、紫式部の書いた源氏物語もすごくいっぱい、うん、作品の中に登場するのではないかと思いまして、うんうん、これを読んでみました。はいはい、そしたら本当にその源氏物語がお好きな人たちがこういう視点から読んでみると面白いよとか、うん、っていうのの、その例えばエッセイとか、 あと本当に時代背景から紫式部のことを書いてらっしゃる方がいたりとか、うん、実際にそもそも源氏物語ってどういう話なんですかっていうのをまとめて書いてくれてる人とか、うん、それこそ田原町さんとかは短歌と、あ、じゃあ短歌というか和歌とか古典についてのところから源氏物語について書いてたりとか、っていう風な、なんかいろんな視点から書かれてるんで、めちゃくちゃ面白くて、それこそだから西田さんとかは、なんか2回ぐらい源氏物語挫折してるんですって。で3回目でようやく全部読み切れたみたいな、っていう風なエッセイを書いてて、参考になりそう。そうです、だからこうやってそうやってなんか気負いすぎず読んだ方がいいよみたいなお話とかが載ってるんですよ。多分これを読んだ上で源氏物語読むとすごくちゃんと楽しめるんじゃないかなって思ったんで、まず読んでみました。なんか数学の話してるわ。どういう人みたいな、どういうこと、面白いよね。入るじゃんだ。そうだから私もこっからね、ちゃんと源氏物語をね、このタイがやってる間に触れられたらいいかなって思って、という感じの一冊目でした。はい、ありがとうございます。はい、勉強してるんですよ、なんかね。そうね、ちょっとね、せっかくなら、うん、幅が広いね、してみましょうと思いまして、うん、はい、じゃあ2冊目、じゃあ、はい、これで、あ、いいですね。これは佐々木陸さんの回答者は走ってくださいっていう小説です。はい、これはね、帯にもあります第60回文芸賞優秀作、うん、ということでクイズですよね。そう、これはねクイズなの、うん、これもだからさ、回答者、そう、我々がさ、よく本ためでやってるのピンポンもここにある、あら、本当だ、あ、あったり、一応この表紙もほら丸バツに向かって走ってる人がいるとか、オリジナルだ、あ、本当だ、そう、でちょっとあらすじを今から言うんですけど、うん、そんな難しいことある？あの、クイズでしょ、だってまず主人公の方がレオナルドさんという男の子なんですけど、はい、彼は生まれてから自分の部屋を出たことがないんですね。で、数日前のことも全く覚えてないんですよ。で、ある日パパ上と自分で呼んでいる存在がいて、ちょっと何そのパパ上がパパ上のなんか、ノートパソコンのところになんかその自分の過去についての物語みたいなのが届いてて、それ読み始めたんですよ。そしたら、あれ、自分ってなんかこういう過去あったよねみたいなちょっと思い出すんですよ。あ、ここからここからクイズ。そしたらその自分の過去についての物語の中に、そのめっちゃ自分が記憶力あってクイズにめっちゃハマってた過去とか、クイズチームで一緒に無双してた幼馴染のさっちゃんとパパって言われる存在とかがいたっていうのを思い出したの。出てた家。そう、だからなんか自分は部屋を生まれてから出たことないはずなのに、うん、その過去の中ではそうやってなってるんですよ。クイズにめっちゃハマってる自分がいたみたいな。っていうところから始まるすごいメタ的な本
あメタっぽいんだ。メタっぽいの、こっからだから、なんかお話で読んでるとなんか夢見てる時みたいな、うん、このシーンだったはずなのにいきなりこっちに行くとかがあって、これはどの世界なんだろうみたいな風にもなるんですよ。それがでもいきなりなんか物語をずっと読んでたはずなのに急に自分読んでる読者とめちゃくちゃ近いところまで来たりするんですよ、距離感が。なんか高校生クイズの熱い話かと思ってた、ね、俺もいや本当にあかりもそう思ってたの読んでたら全然違くて、究極のマルチバース小説ってそんなジャンルあります？で私もどういうことって思って読み始めたけど、確かにこれはマルチバースでした。多層世界、やばいよ。こっちの世界の話とこっちの世界が入り乱れててって思ってたら、急に私たちの現実のところにギュンってくるみたいな。何これ、言語を獲得したベリアルって犬出てくる。あ、犬喋る、犬喋る。ちょっとねはちゃめちゃだと思うんだけど、ずっとやばいって。え、帯もやばいじゃん、この世界を破壊すべきである、マルカバスカって。え、めっちゃ引きある。なるね。なんかだからそれこそなんか本タメをさ、お好きな方で結構多分クイズ好きの人も絶対多いじゃん、うん、クイズチャンネルだからね。そうそうそう、だからそういう人とかね読むとすごい楽しいかも、はい、なんか小説ってものを味わえる気がする。これはね、うん、映像とかは全然無理だね、と思うんで、よかったらぜひ読んでみてください。はい、これクイズ好きも楽しめるんですか？楽しめると思いますよ。なんかそのクイズで白熱してるシーンとかもあるし、それもあるんだ一応ね。あるあるある。お次の一冊どうぞ。はい、なんか軽快だね今日。今日限界ですよ、うん、じゃこれで、はい、じゃん、あ、来ましたね、こちら茂田真一さんの殴り合う貴族たち。あ、これも、もしかして、はい、お勉強。そうです、はい、お勉強、あ、じゃあなんかコアじゃない、これめっちゃ面白いんだよこれ。貴族は殴らないってあ、やっぱりそう思われますよね、うん、平安時代の貴族といえばどういうイメージあります、たくみさん。ちょっとまあおしとやかな感じですよね、みやびーなさん。そうだよ、なんか蹴鞠とかしたりはしないよ、だってそういう時代でも争いがちょっと少ない、うん、歴史的に思うじゃん、うん、殴り合ってる殴り合ってる、すごい本当にびっくりした。なんかこれね、なんていうのかな、例えばじゃあその光源氏のモデルとなった、うん、藤原道長とかって、はい、すぐ自分の部下とか使って人殴るんですよ、うん、てかマジでこの自分で殴んないのか。あ、ね、自分では殴んな い, いやでも自分で殴る人もいる従者に命じて基本的にやる。うわ、やなやつ、やなやつ、やなの。あの本当にこの時代の貴族たちってなんかちょっと嫌なこととかがあった時に、うん、本当に偉い人が目の前にいるのに我を忘れて殴り出しちゃったりとか、うん、なんか嫌いな人を追いかけ回してその人が逃げた後ずっと家みたいなところに向かってこうやって石投げつけてたりとか本当にする。陰湿じゃん、陰湿なの。マジ殴り殺しちゃったりとかもするぐらいの暴力性がなんですよ。みんな平和な時代ってないんですね。平和じゃないんです。だから今より怖いよ。怖い怖い怖い。そういうことがいっぱい書いてある本。勉強になる。面白い確かになんかあの大河ドラマの光る君への中に藤原の実助っていう人が出てくるんですね、はい、すごい頭もよくって、うんうん、その人が書いた小遊記っていう本が今の時代も残ってるんですけど、うん、それがそこに藤原家のこの人がこういう風な喧嘩をしてたよみたいな、めちゃくちゃ細かく載ってるんですよ、うんうん、だから藤原道長とかからしてみたらそんなの残さないでくれよっていうようなもの、うん、それがここにこうやって読みやすい形で書いてあるんですよ。例えばなんかどういうのがね書いてあるかって言ったら、藤原道兼の子息が従者を殴り殺したとか、殺人事件じゃん怖いね見物に出た時に石を投げられたとかなんか動機はどうなんですか、今と違うんですかね。ちょっとなんかムカついたことがあったとかそんぐらいらしい。我慢してくれよ。本当よ我慢してくれ。なんかこの藤原実助がめちゃくちゃ細かく残してるっていうのもあるんですけど、これあの大河ドラマだとあのロバートの秋山さんが藤原実助の役やってて合ってる百人一首とかに書かれてそうなビジュアルの、いいな、なんかすごいロバートの秋山さん似合ってた実助。表紙もほら殴ってるような感じ、なんかちょっと誰も腰入ってない弱そうなパンチ打ってるけどな。そうだね、それはイメージ通りだ。そういう意味でもちょっと面白い一冊です。なるほど、読んでみてください、はい、ありがとうございます。意外な角度から来たね。なんか今回はちょっとお勉強多いね。そう、お勉強も含めてね、うん、たまに最近はねそういう本も読んでみようかな。なるほど、本ため、これにしよう。あ、いいですね、またお勉強かなこれ。おはい、あかりの大好きなパピオン本田さんの、はい、常識破りの天才たちが作った美術道という一冊をお持ちしました。美術道って呼ぶんだ。そう、美術道。あのパピオン本田さんって前もね、はい、美術のトラちゃんっていう現代アートをご紹介してくれる漫画の方で一回紹介したんですけど、これはもっと文章が多いです。
なぜかというと、その現代アートというものを作家ごとにまとめていろいろ説明してくれてるんですよ、この本は。はいはいはい。そうだから、例えば現代アートというものはここから始まったよっていうのとか、うん、ただただ何かを、例えば絵を描くとか、うん、何か彫刻を作るとかじゃなくて、もっとコンセプトに絞ったところのアートっていうものが、まあ、いわゆる現代アートってものになっていくと思うんですけど、はい、それの、まあ、始まったところから今こういう人たちがいてみたいな話とかが、うん、歴史順にというかなってくる、ね、描かれてるんですよ。で、日本にはこういう、アーティストがいますよとかっていうのが、うんうん、作家ごとに分かれてるから、あ、なるほど、この人はこういう作品をメインで描いてた人なんだなとか、うん、なんとなく作品知ってるけど、うん、それこそあのなんていうの、ユニクロの T シャツとかで見たことあるとか、はい、あるじゃないですか、はいはい、あるね、急にコラボしてすごいかっこいい、そう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 、あるじゃないですか、あるな、ユニクロで。そう、そういうのの元ネタを知れるから、うん、なんとなくよく分かってなかったけど、あ、これってこういうことを書いてたのねみたいなのが分かるっていう一冊です。面白いかも。そう、サマヤヨイ、アンディ・ウォーホル、ウォーホルとかね、それこそみんな見たことはきっとあるだろうけど、うんうん、それこそユニクロのイメージついちゃって、ねね、そうなのよ、うん、でもなんでああいう一般的に売られているものとかを書いてるのかってみんな分かんなかったりするじゃないですか、うん、それとかを分かりやすく説明してくれてるんですよ、イラストも込みでね。じゃあ歴史の分岐点になったような人をこう取り上げて紹介してくれてるんですね。で、この人はこういう人にリスペクトとか影響を受けて作品を作り始めましたよみたいな書いてあるから、る関係性とかも分かるんですよね、人同士。はいはいはい、はい、それも面白い。へえ。面白くないですか、これ読んでると。死をテーマにした作品がたくさんあるんだ。そう、その中の一つでマリリン・モンロー。そう、マリリン・モンローが亡くなった時のあの新聞のマリリンの写真を自分の作品にしてるんですよね。あれって死がテーマなんだ。そうなんだ。なんか知らなくない？持ってなかった。いろんなカラーのやつ出てるなと思ってた、ね、いや、いい、そう、今日借りたい本決まった、これです。お、いいんですか、まだあるかもしれないですよ。いや、これこれこれ借りてみたいわ。私これはまたすごい楽しいな。あと文章がめちゃくちゃ柔らかく書かれてるんで、うん、そうな、普通にあのパピオン本田さんがおしゃべりしてくれてるみたいな感じだから、うん、楽しいと思う、読みやすいと思います、はい、で一冊でした。いや、もう全部お勉強じゃないこれ。ちょっと ね、最初の方お勉強系になっちゃったな。いいですよ、これはさ、入っちゃったやつな、うん、これはこれはね、入れてみた、うん、これは何、その自分の舞台のなんかその台本だったの。違うよ、選んでいいのこれ。うん、これも一冊、一冊、あ、これ一応プルーフもらってるんですよ。なるほど。なんですけど、これ別に、はい、SNS とか多分上げて平気なんでお持ちしました、はい、ここは全ての夜明け前っていう早川書房から出てる本なんですけど、そう、早川書房のさ、溝口さんってあの編集の方が、はい、うん、読んでめっちゃ刺さったんだって、うん、めっちゃ刺さったから読んでほしいって言って、うん、冊子を多分作られて、この出版される前に、はい、うん、一応その SF マガジンの2024年2月号に全文掲載されてるらしいんですけど、うん、もうこのプルーフ作ったからみんな読んでくださいみたいな感じで配ってる、私もいただいたんです。激推ししてるな。激推ししてる、で、めっちゃ面白かった、うん、あ、本当。まずいきなりシンプルやん。ちょっと一応いきなりシンプルなこと言うんですけど、ちょっとさ、1ページ目からすごくないですか、文章が。待って、うん、ひらがな多いよ。そうなの、なんか読んでるとアルジャーノンに花束をとかの雰囲気がちょっと出されてたりとか、でもちょっとハーモニー的な私の大好きな要素が入っていたりとか、ちゃんと SF なんですよ。ちょっと未来で主人公の女の子は自分がね、人間であることがすごい、そこに対して嫌悪感みたいなのがある人だったんですよ、うん、生きてるっていうこと自体が、うん、それがすごく嫌だなって思ってたら、体をロボットみたいにできますよみたいな、はい、ふうなことが少しずつ認められてるみたいな時代なんですね、うん、で、あ、じゃあなりますって言って、はい、なってから家族がどんどんなくなっていく中で、その自分のこととか家族のことをこうやって書き記したメモみたいな形の本なんですよ。あ、そう、私の家族はこうでした、ああでしたとか、これメモ書きで、そうそうそう、だから最後の方ひらがなとかが多いのは、ちょっと漢字で書くのめんどくさいんでひらがなで書いてますみたいな感じだったりするんですよ。なんか最後の方は漢字増えるってこと。そうそうそう、書いててなりしたりとかするんですけど、その中でこう人間ではなくなっていってるけど、うん、半分、まあ、ほぼほぼロボットにはなってるけど、うん、でもちょっと人間としての一部がある、そのなんだろう、これが心なのか何なのかみたいな風になったりもしたり、
あ、ちょっとたくみさんの今お好きポイント出てきました。びっくりした。出てきました。出てきちゃったよ。出てきちゃったでしょ。だいぶかなり序盤で、ね、そう出てきちゃったでしょ。びっくりしちゃった。なんかこれをちょっと私が言い表せないのがちょっと悔しいけど、うん、近未来の話とそのなんか人間で亡くなっていく人の切なさとか、でもそこに人間は憧れを抱いたりもするじゃないですか。病気がなくなる、うん、苦しいことがなくなる世界、まあね、うん、ハーモニーとかでも描かれてる世界なんですけど、はい、うん、そうなってしまった時の人の切なさ。じゃあディストピアってこと？あんね、ディストピア。あ、読んだ後のさ感想はさ、うんうん、どんな気分のタイプ？すごい刺さったんでしょ、その担当の人に。あ、そう。どんな気持ちになって、その、うん、でもあかりは結構切なかったかも。ああ、そっち、うん、なんか人間が人間らしくあるってどういうことなんだろうっていうところをすごく考えました。この主人公の女の子にとっての本当の幸せって何なんだろうなって、うん、でそれはイコール自分の幸せとは何なんだろうなみたいなところまでこう、うん、帰ってくる、うんうん、その切なさとディストピア感とても良かったんで、気になった方はぜひ見てください。はい、そんな長くないですよね。全然長くない。これ一冊になるんですか？これ一冊になるみたいですよ。でもこれ今二段組で書いてあるから、うん、でもちっちゃかった。そうそう、一冊でしたら多分このぐらいにはなるんじゃないかな、普通の純文ぐらいに。なるほどなるほど。答え合わせはぜひ皆さん、はい、そう皆さんで、はい、ハンタメこんな感じで4冊5冊、はい、5冊終わってました、うん、折り返しです、うん、じゃあ次これにしますわ。いいですね、はい、ようやく出てきてくれました。あかりの iPhone の登場です、はい、今回これあれかな電子書籍ってこと？そうです、電子書籍で読みました。こちらそろそろ選ばないとなんかね。筒井康隆さんのエロチック街道、おー、はい、っていう、まあこれ短編集なんですけど、まあ、なんで電子書籍で読んだかっていう話をそもそもしたい。あ、そんなあるんですか？あります、理由が？あります、あります。当てたい。はい、はい、どうぞ。え、 Kindle でしか出てない。違う、普通に本もある、電子書籍をおすすめされていた。違う、ちょっと答え教えてください。時間がなかった本当に電子書籍ってさ、読みたくて急いでる時に一番いい。めっちゃ早いからね、めっちゃ早い、一瞬で手元に。でもなんでまずこれを読みたかったかっていうと、はい、これはそのエルチック街道というタイトルの筒井康隆さんの短編集なんですね、うん、でいろんな話が入ってるんですけど、うん、この中に入っているジャズ大名っていう、うん、短編があるんですよ、うん、ちょうど私去年の年末ぐらいに、うん、私の劇団の先輩が出られてる舞台がこの筒井康隆さんのジャズ大名を舞台化した作品、本当にタイトルもそのジャズ大名っていうやつを見に行く予定があったんです、うん、ただそれを見に行くぞって決めたのも結構ギリギリで、うん、見に行く日の電車の中で一旦原作読もうって思って、はい、すごいね、電子書籍買って読んだの。もうそれはね、本屋さんに探して間に合わないね。そうそう、間に合わなかったんです。間に合わない。そうなので電子書籍で読んだ一作。なるほど、はい、なんですけど、ジャズ大名はどうだったんですか？じゃあめっちゃ面白かったです。どういうお話かっていうとね、江戸時代の末期に、うん、その当時のアメリカとかの黒人の奴隷の人たちが漂流して、うん、はい、彼ら楽器を持ってたんですよ、うん、で日本ではジャズっていう文化がなかったんだけど、うん、音楽好きなその藩主の人が、うん、なんかこの今流れ着いたこの人たちなんか持ってるぞみたいな、うん、ちょっと気になるな。そう、何か分かんない、うん、武器かみたいなふうに思ってたんですけど、うん、怖いね、確かに。そう、ちょっと渡してみたらなんかすごいいいリズムの音楽が流れ出してめっちゃ楽しいじゃんみたいになるみたいなお話があるんですね、うん、はいはい、でそれを実際にそのまあ舞台でやりますよって感じだったんですけど、ちょっとジャズ大名というタイトルの通り、うん、舞台上でも生演奏で、おい、すごいな、俳優さんたちとかも実際にトロンボン吹いたりとか。練習したの？めっちゃ練習したらしいですよ。すごいな、かっこいいね。そう、最後20分ぐらいずっと演奏してた。プロじゃん、プロじゃん、20分演奏できねえよな。それがなんかこう狂乱みたいな感じでみんながうわーってなって20分続くっていう、なかなかすごいお芝居をやられてたんですよ、うん、だからその小説内での面白さ、それこそその奴隷として扱われてた彼らがどのように江戸の町までたどり着いたかみたいなところが結構メインで描かれてたりもするんですけど、うん、そこを舞台上でも描きながら、うん、私はねジャズ自体はあんまり詳しくないけど、うん、なんとなく、あ、こういう曲調なんだろうなとか、こうやってジャズって生まれていったんだろうなみたいなのが、うん、時代小説っぽさもあるんですけど、うん、すごい面白くて、うん、一回それでもちゃんと原作をね知れた上で舞台の方の面白さも味わえたので、うん、二重で楽しかったなって思います、うん、すっげーストイックだね。最近はねやっぱね原作もの先に読んでから行きたい派になってきた、今日は予習会やねいろいろ勉強してね、確かに、お勉強もしながらね、本の方楽しんでいきたいと思っております、はい、ということで筒井康隆さんのエロチック街道でした。
もう6冊ですか。そうです。早い。ここまでが6冊だから結構ボリューミー、確かに。じゃあこれで、あ、このいいですね。こちら、村山咲さんのさやかに星はきらめきという一冊です、うんうん。ね、うん、クリスマスのお話なんですよ。まあ裏にリース見えたからね。そう、ちょっとね、あの年越してから読んじゃった。だいぶ過ぎてます、ね、はい、だいぶ過ぎてますけど、まあ、でもすごいロマンチックなんで、ぜひ、ね、皆さんに読んでほしいんですが、うん、これはめちゃくちゃ遠い未来、あ、もう地球は人が住めないと言われている。ええ、そんな時クリスマスの話してる余裕ある、はい、いやもうね、もうね、もうそういうちょっとしんどさももう乗り越えた未来の話、うん、月面都市があるんですね。あ、うん、もうそこに行ってんの。そう、行ってるの、うん、月面都市で普通に人々がまあ暮らしてるわけなんですよ。で、まあその人々って言ってもね、普通の人間と犬から成長してほぼ人間みたいになった、ほら進化してって、そうそうそう、うん、まあ人、うん、犬人と猫から進化してって、そっちもほぼ人みたいになった、みんな人間になってって、そう、なんか鳥が人間に、おいおいおい、みたいな感じで渋滞してるもん、うんうん、まあ、みんなが結構平和に暮らしてるんですね、はい、うん、そんな中で本が大好きなキャサリンという、うん、まあ、猫の、まあ、猫人の女性がいらっしゃるんですけど、彼女は編集者のお仕事をしてまして、うん、彼女がクリスマスをテーマにしたこう短編集みたいな本を作ることになったんですよ、うんうん、はい、そこで人と、例えばその猫とか犬とかっていう動物との関わりとか、その遥か遠い未来まで語られている人々の関わりのクリスマスのお話を彼女がどんどん集めていくっていう形式の小説なんですね。だから連作短編みたいな形なんだけど、そのキャサリンが読んだお話が作中に何本も出てくる、はいはい、そう、この村山咲さんっていう方の小説って、例えば魔女とか、うん、それちょっとファンタジックで心があったかくなるようなちょっと不思議なお話みたいなのが多かったんですけど、うんうん、今回はその村山さんが SF という形で遠い未来の人とか犬人とか猫人たちの人との関わりを描いて、不思議だけどちょっとこう心があったかくなるような作品が、はい、いっぱい入ってる物語なんですね。宇宙に生きててもやっぱ今の私たちと一緒で、大好きな人を大切にしようって思う気持ちとか、その、そういうところでのこう人と人との関わりとか、まあ、それが例えば今の時代だったら人とペットとかの関わりだったりっていうところが優しく描かれてるんで、どの作品も読んでてちょっとしたやっぱ希望があるんですよね。それがすごく心がこう温かくなって優しくなるような作品ばっかり入っておりました。ぜひ今年のクリスマスに向かって、ちょっと先ですけどね、準備ね、準備ね、はい、まあでも今読んでも全然楽しいと思います。はい、はい、2冊でした。 あと3冊です、はい、どうする。うーん、これなんだ、お、これは何ですか、はい、どういう日本語図の翔さんの終わりの底見えっていう一冊なんですけど、うん、これも、第60回文芸賞の優秀作なんですよ。あら、同じこっちもさ、はい、そう、優秀作だったじゃん、うん、だ、優秀作2本とあと受賞作も1本あって、うん、今回ね、あの文芸賞長編の方はね3作、うん、その小説として出版されてるんですよね、うん、これさ、帯に町田さんのこの喝采感動アホか、そんなものはいらんのじゃボケ、これは聞いた聞きまくったって書いてあるんですけど、何が書いてある何が書いてあったらそんな、いい読みだね、いやすごい本当その通りだと思う、なんか、うん、感動とかじゃなくて刺さる本でした。これね、その美穂ちゃんっていう25歳の女の子がいるんですけど、彼女は借金もしまくりだし、うん、バイトは遅刻するし、うん、遅刻するたびタクシーで行くからお金使っちゃうしみたいな、もうやばいんですよ。でしかも買い物依存症なの、なんか物いろいろコンビニとかでもめちゃくちゃ買っちゃうし、アクセサリーとか服とかもめっちゃ買っちゃうけど、もはや買った記憶がないぐらい、うん、っていう、もうその時点で結構もう生活におけるこうそこにいる人なんですよね、うん、もう地獄一歩手前みたいな、うん、抜け出せないよそれ、抜け出せない、自分の中ではもう地獄まっしぐらだなみたいな思ってるんですよ、うん、思ってるんだ、そう、うん、ただもう選択肢的にいつも選ぶものはどちらかというと悪い方向に進んじゃうなっていうふうに思ってる、うんうん、彼女がいて、その唯一のお友達の女の子がいるんですね。ずっと学生時代から続いて友達にはなってた、うん、ですけどその友人が亡くなっちゃうんですね、はい、そう、大変で、そこからどんどんこう彼女の人生がガガガガガって落ちてくみたいな、もっと落ちんの、最後のストッパーだったんだ友人が、もう、いやでもね、彼女のことも本当に好きだったかって言われると、この美穂ちゃん的にはうーんって感じだ、あら
ちょっと難しいね、うん、リアリティのあるなんかそうリアルなんですよすごい。なんかその彼女が例えばじゃあ友達に対しての感情とかも、うん、本当に仲良かったのとか亡くなって悲しいのって言われても、うん、みたいな、あ怖いな、そう感じだったり、うん、借金をしてることとかもやばいなとは思ってるけど、うん、じゃあ死に物狂いで働いたらいいじゃんとか、うん、そういうわけでもないみたいな、うんうん、まあでももう終わりかみたいな、なんか悲観的だけど作品自体がすごい絶望感に満ちてるわけでもないんですよ、その、あそうなんだ、ちょっとドライな、うん、美穂ちゃんでもその彼女の生活がどんどんそのしんどくなっていくっていうのと、うん、友人が亡くなっちゃったことによってこう加速していくっていうのが、うん、なんかそこに一種の爽快感みたいなのすっごいあって、これラストがあかり超好きなんですね、ラストなんてもうね、結構そう最悪なものをもろもろ想像すると思うんですけど、うん、そこに向かう時の なんか全員もう出てくる人もだいぶやばい人ばっかりだし、美穂ちゃんをはじめそう、うん、あんまねまともな人はいないんですよ、うん、美穂ちゃんのことをずっとストーカーしてる男の子とかあそっちもいるの、それもいるんだ、いるので家族ももうくちゃくちゃだし、お父さんもお母さんもなんかもうお父さん仕事してないし、うん、お母さんなんか全然帰ってこないしみたいな、うん、くちゃくちゃ、うん、全員がやばい人たちなんですけど、ラストに向かってのそのなんかね、いやこれ私はすごくいいラストだなって思いながら読んでました、気になるね今ので、気になる、そうこれ美穂ちゃんなんだね、うん、じゃあねイメージのね、うさぎさんなのかもね、うさぎさんかと思ったけど、泣いてるし、そうそうそう、うん、なんかスマホやってるし菓子パン食ってるし高価な買い物してるし、あ美穂ちゃんだねそれ、美穂ちゃんだね、美穂ちゃんだね、そうすごい面白かったね、いやそれはまた面白そう、そうまた色の違うタイプ、うん、そうなんですよ ねよかったこれ、ほらまだこのさ文芸賞ってことはだからデビュー作なわけ、他の作家さんたちも新たな本がいっぱい出てくると思うんで、はい、楽しみです、じゃあ2作2択いきましょう、あこっちでいいですね、来ました、加藤茂明さんの慣れの果てをご紹介したいと思います、すごいよこの分量、いやすごいなと思った、重量このぐらい分厚いです、すごいよ、結構重い、もうあかりさ加藤茂明さん普通にあの作家さんとして大好きなんですけど、うんすね、はい、この作品はまたねすごかったです、なんかいろんな要素をこんな一冊にぎゅうぎゅうに詰めちゃっていいのぐらい詰めてる作品でした、一応主人公はもともと報道局にいて、うん、あるきっかけからイベント事業部みたいなところに移動することになっちゃって、テレビ局員の男性が主人公なんですよ、はい、でその人は移動先の出会った人がある一枚の絵を使った展覧会をしたいっていう風に話を聞くんですね、うんうん、でもその絵自体は一応後ろのところには署名があるんだけど、それを実際描いた人のその画家の詳細とか全く分かんないんですよ、うん、でも展覧会とかをする場合ってその著作権みたいなものとかも、うん、とか誰がその絵を持ってるかみたいな必要だから、じゃあこの絵を描いた人がどういう人なのか調べましょうみたいになっていくと、うん、ある一族のなんで謎がおいおい壮大な話出てくるみたいな話なんです、おいおいおい、そうダヴィンチコードみたいな、いや本当だからその芸術っていうものに魅せられた人のお話であったりとか、うん、またちょっとこうある一族の隠したい過去の話が入ってきたりとか、だからミステリー的要素もありますし、人と人とのだからヒューマンドラマ的な一面もあったりとかして、なんかもうさどれかね、うん、1個の題材でもめちゃくちゃ描けるだろうに、ここまでそのいろんな題材を組み込んですごく重厚な物語を作り上げてるっていうのも本当にすごいなっていうふうに感じました、本当に天才なんだね、もう作家さんとしてすごい、まあ、加藤茂明さんってねもともとアイドルとかもやってらっしゃるから、はい、うん、その知名度とかで本はきっと、うん、まあ、ある意味出しやすいこともきっとあるかもしれないじゃないですか、うんうん、でもそうじゃなくてシンプルに本当に作家さんとしてこれだけの冊数を書かれるってこと自体すごいと思うし、うん、だって普通の作家さんでも本をね何作も出すって大変じゃないですか、うん、大変ですよ、それをこれだけやれるってのもすごいし、しかもその書いてある内容もすごいこう重厚で、いろんな要素が入り組んで出来上がってる物語っていうのがシンプルにすっごーって思いながら読んでました、あとこのタイトルもとても素敵だなっていう風に感じました、慣れの果て、そう、読み終わってからの感じかな、でもわかる、すごくいい、あとこれカバー外してもね超いいの、カバー外すとねあれなの、その1枚の絵画の裏になってる、あ本当だ、キャンパスの裏、本当だ、作中に出てくるやつ、そうそうそう、名前書いてあるじゃん、でもそうだからここにちゃんと署名だけされてるんですよ、うん、でこの作品の中でその1枚の絵っていうのがねすごいこういう絵っていう説明はあるんだけど、その裏だけがさここにさ、うん、こうなってるってめっちゃおしゃれだなって、されてるわ、そう、想像させるっていう、うん、
も含めてこう小説の楽しさみたいなのもあるので、はい、結構ね分量があるんですけど一気読みできるような作品だと思います、はい、ぜひ読んでみてください。さあたどり着きましたね。たどり着きました。最後の一冊ピンク。ピンクかわいいね。こちら日々のこれこさんのもも 100% いいえ全開だね。いいね色とタイトルが合ってるね。パッキパキでしょこれ。かわいくない、うん、この日々のこれこさんってねあの文芸賞でデビューされた方のその後の第一作、うん、目がこれなんですけどこれはもうあのももちゃんという19歳の女の子が恋愛依存症に近いんですよね彼女は、はい、でしかもちょっと頭のねじ外れ気味、うん、だから人の愛し方とかもこう愛さなきゃいけないとかも分かんない、うん、そんな彼女がトップスピードで走っている小説っていう感じです、うん、で日々の子猫さんってさあのビューティフルからビューティフルへっていうのが確かデビュー作なんですけど、はい、その時にやっぱりきっと読んだ人は誰しもが思ってると思うんですけどあの文体がすっごい特徴的だったんですよ。そう今まで出てるいろんな作品であったり小説であったり歌であったり例えばラップであったり、うん、詩とかそういろんなものから本語りみたいなしてって本文の中にめちゃくちゃ組み込んでくる、うん、だから日々のこれこさんって多分めっちゃ本も読んでるし、うん、文芸って言われるものめちゃくちゃ味わってきてる人だと思うんですよ。で学んできてるものをいっぱい自分の作品の中に落とし込んで自分の文体にしてる人なんですよね、うん、だからすごく特徴的だし日々のさんの文章本当に多分読んだらすぐあこれ日々のさんの文章だって分かるような感じの文章を書かれる人で私すっごい好きなんですけど多分一文読むだけじゃあんまり脳で理解できない時もあるんですよ、うん、でも読んでくとあこういうことかもしんないみたいなのが急にこう脳に響いてくる系。だっていきなり記号が出てくる、うん、一番目星野ね、はい、星野くん、うん、いっぱい記号出てくるしそういえばそうだったこの人はまだ20歳21歳ぐらいの方で多分20歳いってるかいってないかが怖いんですよ。2003年生まれって書いてある。あそうだよ D と同じぐらいね。D と同じぐらい D 同じぐらい、うん、僕に子供がいたらそれぐらいかもしれないですねパパの年齢この文体はやっぱ一回読み出すと止まんないかもしれない。なんかさ私文体に特徴的な本を読むのが好きって言ってる、うん、前舞台で共演した方50代ぐらいの方とかに、はい、じゃあ文体が特徴的なのが好きだったら、うん、日々のこれこさんおすすめですよって言って、うん、おすすめしたらめっちゃハマったって言ってて、うん、そうなんだ、そうだから文体好きにフィット例えばさその日々のさんのそれこそ作品ですね19歳とか20歳ぐらいで、はい、1個前だった高校生の話とかだから、うん、なんかもしかしたらなんとなく明かりの説明でとっつきにくいって思ってるような、うん、私たちより年齢上の方がいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、この文体は多分ねみんな衝撃を受けるから一回読んでみるといいと思う、うん、おー、うん、あかりんがそこまで言うとね、うん、文体ご利用しでも文体ご利用し、うん、なのでぜひ読んでほしいなと思います、うん、本当パンチラインだらけって感じ。だってこの主人公が喋ってるような感じの文だよねこれね。そうポップすごい軽いよ。そう、うん、だからなんかおしゃべりを聞いてる感じかも、うん、そこにちょっとずつその面白い言い回しがあったりとかするんで、うん、すごいいいです。あと本当にこれもねラストの一文があかりんはすごい好き。えこの手のタイプでラストの一文が好き好きすごいね。そうどんでん返し来る系ではないし。あそういうことじゃない。そうじゃないよ絶対に。リズムというか言葉のポップさ流れドーンって言って終わるのかな。ふぅって感じ。そんなこと最後に気になるね気になるねなかなかないわ。ぜひふぅって来てほしいという一冊でした。はい、はい、いいね本ため。これで10冊ですか。はいということですごいこちらの10冊でございます。はい、いいですね。最初の方は結構お勉強な感じ、うんね、後半は結構ボリューミーな。ボリューミーなの、はい、まとまったねなんかなんかね、うん、こうなりましたね今日は、うん、ということで今回も10冊ご紹介しました。はい、はい、皆さんもねこれ読んだよとかあれ読んでみたいよとかあったらぜひコメントください、うん、はいお願いします。この動画面白いと思ってくれた人は高評価チャンネル登録コメントよろしくお願いします。お願いします。あと公式の X もありますんでフォローよろしくお願いします。あと今日紹介したのは概要欄の方にリンク貼ってありますのでよかったらそちらからポチッとしてみてください。お願いします。ということで次回またお会いしましょう。バイバーイ。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。たくみさん今日の10冊占いお願いします。美術道をまず借りて、はい、借りてここから占いかな。占い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 占
今はね、うん、過去から未来を学ぼうとしています。おお、なるほどね、はい、すっげえそれっぽいことだし本当だわ、うん、濃いわ19歳の女の子見てちょっとね、うん、昔思い出してやっぱ、ね、なるほどね、これから生かそうとしてるよね。そうかもしれない、うん、だし平安時代のね女性たちを見て、はい、今の自分に生かそうって、そう江戸時代もありましたからねそうですね確かにすごい幅広いですね、うん、未来もありましたけど過去と未来ぽいぽい、うん、さすが10冊だ。はい、ありがとうございます。じゃあそれをとりあえず読んでください。はい、すいません、もう一個、はい、僕から質問ございました。あらあら、はい、なんだろう。お二人に一冊ずつ答えていただきたい質問があります。はい、なんだ。2024年、うん、最初に読んだ本は何ですか。あ、そんなこう大事というかこう意識しないんですね。意識してないよ。これ説明。何読んだかな最初。この中にないんですか。え、この中の何がかな。たくみさんもダメ、わかんない、やば、怖、覚えてない。今度から LINE ください。確かに1日に今何読んでますかって実はこれですって言って送れます。うざくないですかその LINE LINE もらえたら答えます。あ、答えてくれますか。じゃあ今度今年の最後に、はい、31日に LINE します。4月31日に、はい